皆さんこんばんは、今日は中央通りの清水焼桃太郎さんにお邪魔いたしています。今日はこちらの店内に入ってすごく香りがですねいいですね。もう炭火のこう香りがですねもうこの部屋中にこもってますけど、今焼きたてのですね地鶏をこちら、もうズームアップしていただいていいですか。はい、香りがいいですよね。この地鶏今ただいま焼きたてです。はい、今日はですね、こちらの、はい、オーナーであります、はい、桃太郎さんのご主人様にお話をさせて、はい、していただきます。はい、どうぞ。今日はこんにちは。はい、どうも。今日はね、たくさんのこちらの、ね、名物を出していただいてるんですけれども、これは一体どのようなお料理なのかということですね。はい、お話ししていただきたいなと思っています。いいですか。はい、こちらが地鶏の炭火焼き、鹿児島産の鶏でございます。はい、大きさが第10章特大ありまして、これが一応特大でございます。この鶏がですね、はい、これとこれが鶏のたたき、はい、生姜だれで召し上がるとうまいです。はい、とこれが鶏の刺身、もう1日限定品です。これは刺身がもう10人前の限定品でございます。はい、まあ、他にもいろいろメニューはありますけども、まあ、一応この3点がまあ、おすすめですね。はい、本当にですね、いい香りなんですよね。早速ですね、この地鶏、もうこちらの一番の一押しの地鶏を食べてみたいと思います。はい、どうぞ。はい、ね、あ、なんか、そうですね。じゃあまず、地鶏からいただきます。食べていいですね。もう柔らかくてですね、炭の香りが鼻からふわーっと抜けてきます。うん、美味しいです。これはさっきファイヤーってこう火がファイヤーしたね、ジュジュやってたんですね。実はですね、こちらのオーナーさんはですね、私の親戚になるですね。はい、はい、家系図を言うとちょっと難しくなるんですけど、はい、それで時々ですね、こちらの方にお邪魔して、やっぱり炭火の地鶏が食べたくて勝負がない時があるので、その時にはこれビールでちょっと飲みながらこの地鶏を食べています。こちらのお店は結構長いんですかね。はい、昭和52年7月1日が開店。まあ、この店舗じゃないんですけどね、はい、まだ違う新町の方でしてたんですが、立ち退きによってこちらに来てもう25年になります。はい、25年ですか。はい、すごいですね。もう店内はこの写真とですね、もうサインですね、いろんなとサインがありますね。まあ、そうですね、お相撲さん、それからよく朝霞芸能関係の陸上部、はい、それから柔道家の芸能合宿、それからよく見えますね。そして2月には、ベガルタ仙台がキャンプに来ますので、はい、その方たちも利用してくれますね。はい、すごいですね、有名人が、ね、はい、お店の中に来られてですね、やっぱりこの地鶏が食べたいということで、ね、来られるんですよね。普通もいいと思いますよ。はい、美味しいですね。もう一回ちょっと食べてみたいと思います。私も叩きも食べてみたい。この鶏は若い人だよ。ちょっともう一回1人前だと若い人美味しいもん。うん、あとは聞く美味しさですね。うん、宮崎地鶏って言ったらですね、延岡ではね、あと地鶏専門店ってあんまりないですよね。そうですね、うち、県知事さんが東国原さんの宮の方が宣伝してくれて、はい、かなり何店舗かできたんです、延岡にもね。しかし、まあ
まあ、頑張ってるところもあるし、まあ、配慮したところもありますけどね。まあ、うちはなるだけ、まあ、もう、なんとか頑張っておりますね。素晴らしいですね。やっぱ味がいいからですね、ずっと何十年もですね、やってくれるんだと思います。まあ、普段からおじちゃんって言うんですけど、今日はちょっと敬語で、はい、おしゃべりさせていただいていますが、はい、次はこちらですね。わあ、すごく色がね、ピンク色で、ね、そう、すごく新鮮ですね。こちらが鳥の刺身です、はい、本当にですね、あの前1回食べたことがあるんですけど、あの魚の刺身と同じぐらいの色鮮やかで柔らかくて美味しいんですよ、ね、ちょっとレモンを絞って、そうですね、レモンを絞って食べて、北海道から沖縄まで沖縄まで。
日本全国ですね、この桃太郎さんの地鶏が配送されて今大人気でいろんなところから飲まれているみたいですね。やっぱそれだけの味がします。美味しいですね、本当にあの時々ですね、お酒のおつまみって言ったらあの家でこう作ったりするのがありますけど、やっぱ作れないっていう味がこの、ね、地鶏だと思います。この元々のこの地鶏のお肉がですね美味しいから、これを食べに来られたいなっていう人がたくさんいると思うんですよ、はい、真似してこう家でね作るって言ったらスーパーかなんかで買ってきて食べるっていう、ちょっと冷えたような地鶏が多いんですけど、こちらは本当に熱々でジュージュー、火がファイヤーってこうなっているところを目の前で切って焼いて食べれるっていうのも醍醐味の一つだと思います。ねえ、良かったですね。あの美肌効果もなんかすごくありそうに思います。そうね、やっぱりコラーゲンとかね、そういうふうにはね、そうですね、油のところとかですね、あの光ってますね。これを食べると女性もどんどんこう肌が、ね、綺麗になってくると思います。ね、お肌が綺麗になるしね、お肌がでも本当に綺麗ですよね。お肌、女性はお肌が綺麗になるし、うんうん、男性はもうバリバリ、そうそう、もう元気だよ。何のことでしょうか。いやいや、バリバリです。ああそうなんですね。もうこれはやっぱちょっとお酒今日は入ってますかね。いやいや、今日昨日から飲まれてない。すごい、これはやっぱりあのもう一回こう食べてみたくなるのがこの新鮮なお刺身が、なんか食べてみたくなります。ボールも召し上がってください。ありがとうございます。一回食べてみてください。どうぞ。普通にも美味しくて普通に食べてますけどね。畑にしてね。でわさびでいいと思うんですよね。あのこちらはですね、生姜のタレなんですけど、あのわさびにして食べられるとまた味が変わってきますよね。そうですね、うん、ニンニク醤油でもいいですね。ニンニク醤油でも、お好きな人はニンニク醤油でも買ってます。そうですね、ニンニク私も大好きだ。やっぱり美味しいですね。スルッと口の中から溶けて、この上に入っていれば、しまいは自然に。ねえ、美味しいです。本当に今日は美味しかったですね。はい、はい、よろしくお願いいたします。こちらもよろしくお願いします。この中がですね、もういろんな、サッカー選手、ベガルタ選手、あと、お相撲さんをかなり、準備をした時ね。準備を入れた時に、事故でね。こんな写真とかを。深瀬太郎さんですね。深瀬太郎さんのこちらに、はい、何年か前に食べに見えました。ポスターの、あの写真とか、サインがありますね。ここが深瀬太郎さん。こちらですね。深瀬太郎さん。もう食べに見えました。あの、おじちゃんに、あの、深瀬太郎さんが来た時、教えてくださいって言ったら、なかなか、一回来てね、もう私最初わからなかったら、あの赤瀬太郎さんね、はい、頭もじゃもじゃな人で突然来られたら、ちょっとずつね、お部屋ありますから来て、まあ、増えたほうがいいなってね、ありますよって4、5人見えて、そこに行ったあるお客さんが、確か赤瀬太郎さんですよって、それで別れたらドキッとしましたね、それ最初私が思うと、そういう読みませんでしたね。わかりませんね。あのやっぱり髪の毛がどうぞどうぞ、人間ですね。どこからも時々ね、怒られる人間に見えますけどね。ぜひですね、本当にあの有名な方にもお会いできるかもしれません、来たらですね、はい、私は個人的にあの博士太郎さんの人々に呼んでいただきたいなって思ってるんですけど、いつかですね、この街見えたら、はい、しております。それではですね、まだお店の何かこれ今後の何かこうしたいなということとか、そうね、まあ、まあいろいろご職人のね、今回で牛肉のレバーとか、なんやこんなもんあるけど、
私はもちろん保健所の講習は定期的に受けてますけども、はい、だからもう一日限定です、もうこの人たちは、うん、まあはい、だから、もうなかなか、それなかなか食べられないですよね、ご自宅で。これはね、ちょっとね、はい、スーパーなんかでとても売ってませんので、スーパーだとちょっと全然違いますね、本当に味が。はい、なんとかさん、はい、地鶏ですね、あのこの生のお刺身も自宅配送させていただけるということですね、はい、これはもう本当に滅多に食べられないので、あのぜひぜひこの食感を楽しんでいただきたいなと思っています。はい、場所はですね、ちょっと商工会議所ってありますよ、延岡市、はい、そこのもう一軒目の方ですね、もうすぐ隣です。はい、駐車場も完備されていまして、この建物のこのすぐ横になります、はい、あの駐車場を置いて大工さんたち頼まれて帰られるのもよしですね、あのお酒も飲まれなくても、はい、運転して帰れます。こちらの横から帰ることができます。ぜひあの地鶏屋の桃太郎、ね、はいはい、こちらの方に遊びに来られてください。で本日は、はい、どうもどうもご主人様ありがとうございました。ありがとうございました。堪能させていただきます。あら、はい、勝ちました。勝ちですね。情報団が破りました。だいたいこれが本物だから、おー、本物焼きだ。あとは、はい、刺身と叩きもあるけど、はい、これは本物だ。90% もか。まあまあ。ナルコさんですか。まあ、さすがですよね。冷静に前に進んでましたね。前に出ることなく、旅行と商工のね、旅行の前に京都を置いていきましたね。そしてちょっと繰り出されるんですね。Yeah.
始まる。